ズはイングランド出身のサッカー選手、バーンディー FC 所属。ポジションはフォワード。オーストリアとの二重国籍保持者であり、彼の祖母はオーストリア出身。子供の頃はスコット・シンクレアと同じチームでプレーしており、地元のサザンフットボールリーグに所属するポールトン・ローバーズ FC に加入した。2007年3月にプリマス・アーガイル FC のトライアル試験を受け合格。 18ヶ月契約を結び、リザーブチームでは7得点を挙げた。2007年11月にオックスフォードユナイテッド FC に期限付き移籍し5試合に出場する。その後にクラブに期限付き移籍し、2009年1月にプリマスに復帰した。しかしプリマスでは安定した出場機会を得られず、2010年3月にフットボールリーグ1に所属する古豪ブライトン コーブアルビオン FC に期限付き移籍した。7月8日、ブライトンに2年契約で完全移籍。2011年4月11日のダゲナムレッドブリッジ FC 戦では、チームのフットボールリーグチャンピオンシップ昇格を決定づける得点を決めた。同シーズンは、グレンマレーに次ぐ、チーム2番目の20得点を挙げた。2011から12シーズンは、 チームのエースとして14得点を挙げた。2012から13シーズンもストライカーの地位を確保するも3月9日のボルトンワンダラーズ FC 戦で審判を倒したことで7試合の出場停止処分を受ける。当時チームの FW である2選手が負傷していたため、この行為にサポーター及びクラブから批判を受けた。2014年1月10日。 バーンリー FC と3年半契約を結んだ。2015年2月のチェルシー FC 戦で、ネマニア・マティッチへ激しいタックルを仕掛け、マティッチの報復行為を誘発し退場させた。このことを、チェルシー監督のジョゼモーリーニョは、公的にバーンズを批判している。2015年5月24日のアストンビラ戦で、膝を負傷。すでにバーンリーの降格は決定していたが、 これによりバーンズは翌シーズンを全決場した。2017から18シーズンはバーアンリーの前線をクリスウッドと共に担当。バーアンリーの7位躍進に貢献した。2019年11月7日、2022年6月まで契約を更新した。ありがとうございます。